シェルビースーパーカーズトゥアタラはアメリカのシェルビースーパーカーズが2019年から販売するハイパーカーである。2010年9月、アルティメットエアロの後継者として開発が発表されたが、当時は SSC アルティメットエアロ TT2 の歌唱で呼ばれていた。同年11月、シアトルのボーイング航空博物館でモックアップが初公開された。 翌2011年7月、SSC は本社の正式名称をトゥアタラに決定し、同年8月の SSC アジア創立記念式典とペブルビーチコンクールデレガンスでモックアップ展示を行った。同年11月にはドバイ国際モーターショーにも出展している。トゥアタラとはニュージーランドに生息する昔トカゲの現地での故障である。トゥアタラとはマオリ語で ピークス、オンザバックイコール、背中のトゲの意味であり、車体後部に取り付けられた、航空機のウィングレットのようなリアスポイラーにちなんでいる。また昔トカゲは、生物の中で最も急速に進化する遺伝子を持っており、アルティメットエアロの発売からわずか3年でありながら、核、仕様、デザイン、エアロダイナミックス、そしてあらゆる性能を向上させたことに由来する。 ボディとインテリアのデザインを担当したのは、ジェイソン・カストリオタ氏で、同志が生産モデルを手掛けるのは、フェラーリ 599GTB フィオラのマセラティ・グラントゥーリズモに続いて3度目となる。エアロに比べて小型で、曲線的なフォルムとなり、大きく開口した、フロントインテークやキャノピー型コックピット、細く垂直に伸びるヘッドライトと渦を巻いたような、線形のテールライトを持つ。 インテリアは、エクステリアとデザインコンセプトを共有している。またヘッドアップディスプレイを搭載し、速度、エンジン回転数、ギアの段数、ラップタイム、前後左右の加速度などが表示できるようになる。独自に開発した6.9リットル V 型8、気筒ツインターボエンジンは許容回転数 9200rpm で、最高出力1 3 5 0 b ット h p 6800rpm、最大トルク 1736nm、6800rpm を発生させる。その一方、インタークーラーまで含めた、単体重量は 194kg にまで、軽量化されている。トランスミッションは、トリプルプレートカーボンクラッチを搭載する7足、H 型マニュアル、または、オプションのパドルシフト付きセミオートマチックにすることも、できる。 ブレーキはカーボンセラミック製スロットベンチレーテッドディスクブレーキでサイズは前後ともに15インチ。フロント8ポット、リア6ポットの対抗ピストンキャリパーを備える。エアロと同様にカーボンレボリューション車製ワンピースカーボンホイールを採用。サイズはフロントが19インチ、リアが20インチである。カーボンモノコック、アルミニウム製クラッシュストラクチャーなど。 ボディーコンポーネントに、軽量素材を積極的に採用し、車重は 1247kg にまで抑えられる。結果パワーウェイトレシオは 1083bitHP、T とフォーミュラカー並みの数値を誇る。0から 60mph 加速2.5秒、0から 400m 加速9.75秒、そして最高速度 276mph を目標に開発が進められている。 最高速度は実際に記録されれば新たなギネス世界記録となる。さらに SSC は本機をニュルブルクリンクに持ち込みタイムアタックを予定している。ギアレシオテストでは0から200マイルパーアワー加速16秒以内と計測された。2020年10月10日、アメリカのネバダ州ラスベガス郊外にあるハイウェイ165線上の7マイルの区間で行われた。 記録会にて、オリバーウェブの運転によって301.07マイルパーアワーと331.15マイルパーアワーを記録した。正式な記録は同じ道の往路と袋の平均値が用いられ316.11マイルパーアワーとなった。市販車初の時速5 0 0トル超の行動最高速度の記録である。2012年末から販売が開始され、 当初は2013年1月からデリバリーされる予定だったが SSC の資金難もあり開発はしばらくの間停滞していたしかし2018年のペブルビーチコンクールでレガンスにて極めて量産仕様に近いプロトタイプが展示され2019年に量産を開始する予定であるとアナウンスされているドバイ国際モーターショーに出展した際には10台を 受注した。プレスリリース、パワートレインは、トゥアタラのものだが、ボディは、エアロのものを使用した。SSC トゥアタラハイパーカー、アーンズワールド S、ファーステストプロダクションビヒクルタイトル、SSC プレスリリース。www.sscnorthamerica.com。2020年11月24日閲覧。ありがとうございます。